な。何してんの。いや、もう一回だけクリア入れとこうかなと思って、乾いてるし。なるほど、お仕事してるわけですな。はい、いやいやいや、もう今日はいいでしょう、昨日頑張ったし。いいの。はい、でも入れといたらね、まあ週明け楽になるね。風呂入れたクリアすぐいけるかな。何？仕事のバイタリティが高いですね、部長は。どうしたんですか、急に褒めてくれて。いつも怖いのに、何ですか。まあ、昨日の、はい、の生配信ライブ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。見に来てもらった方、ありがとうございます。うん、ありがとうございました。あ、その前にいつものお願いします。ご苦労様です。 BSC チャンネルおかえり。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと昨日の初生配信ライブ、はい、まあ、大成功って言っていいのか分からんけど、一応大成功です、うん、たくさん見に来ていただいて、うん、無事にいろいろありましたけど、ちょっとやらかしてしまったんで。カメラ焦りましたね。最初のスタートがうまくいかなかったという、ちょっと手違いというか、ご迷惑をおかけしましたっていうところで、はいはい、すいません。はい、昨日のちょっと動画の生配信、はい、アーカイブ残してないんで、はい、まあ、切り抜きできるとこないかなとか、はい、ちょこっとさっき見てたんですけど、はい、まあ、いろいろできそうなので、それはおいおい出していきますっていうことと、はい、まあ、昨日の総括を、総括、はい、したいと思います。まず、はい、開始20分で500人です。はい、おー、20分で、はい、あ、みんな忙しい中来てもらってありがとうございます。はい、で開始からその17分後、37分あたりで、はい、マックス581人です。そんな来たんですか。はい、すごい、600人じゃないですか。はい、ほぼすごい。で、はい、ちょうどその開始37分、581人来た時に、はい、一番視聴率が高いんですよね。はい、当然で、その37分ってどんな話してたっけなってさっき見てたんですよ。はい、そうすると、はい、あ、やっぱうちの BIC チャンネルらしいなと思ったんですよ。というのも、カズッピさんっていう方からの質問が来た瞬間やったんですよ。はい、塗装肌を作るとき、はい、車によって希釈率や眼距離などを変えてますかっていう質問が来たときが一番マックス。塗装の話、塗装の話なんですね。やっぱりこれね、面白いですね。うん、うん、だうちのチャンネルらしいよね。うん、で、チャット数、はい、まあ、あのコメントくれた数だよね、あのやり取りしてる中で、あ、横に文字でバーって出てた数、はい、あれが、キリのいい数値なんですけど、はい、1340。おお、そんなにたくさんいただけてたの。うん、2時間やってないからね、1時間50分ぐらいで読めなかったのがね、ちょっといいですけど、コメントそんな入れてもらえて本当に嬉しいね。はい、という全部に反応できなくてすいません。はい、ということでした。はい、これはやっぱりどうする、続けていくよね、生配信ライブ。そうですね、定期的にね。はい、まあ、定期的にっていうか不定期やね、不定期的に、うん、はい、なかなか定期的にって難しいからね、業務が忙しいから。はい、はい、ということでした。はい、まあ、ちょっとちらっと右に映ってるポルシェもまだ撮影はしてますけど、はい、ネタバレになるんで。YouTube 見てきてくれたお客様ですね。そうです、はい、うん、で今日はちょっと会社の、なんだ、なんて言ったらいいんだ、講習、まあ、入ってる団体、うちが会社が所属してる、はい、団体というか協会のウェブ会議的ながあるから会社に来てるっていう感じですよね。はい、そうですね。で、あの新しい車の勉強会ですよね、ウェブで。はい、と、まあ、当然 YouTube 見てきてくれたお客さんの納車だったり、はい、また YouTube 見てきてくれたお客さんも今日何件か、はい、来てくれたということで、まあ、もう YouTube まみれになってる BIC ですけども。まみれてますね。はい、どうですか、率直な感想、皆さんへ。いやいや、初めてやってみてさ、がっつり2時間弱楽しかった。楽しかった。
意外と緊張するかなと思ってるんですけど、そこは大丈夫やった、うん、いつもの事務所だし、まあまあそうやね、たっくんとかコバも横にいてくれたし、確かに確かに、社長もいてくれたし、確かに確かにみんなでやってたから和気、うん、あいあいとできて楽しかった。うん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 、まあ一発ちょっとあのほらカメラの練習でやったっていうのも大きかったよね。あ、雰囲気そうですね、うん、つかめてたもんね。あれテストしてなかったらちょっと、うん、もうちょっともっと硬かったかもですよね、はい、テストライブも結局400人ぐらい来てくれたやったっけ。そうです ね, ねすごかったね、何の告知もなしに、はい、いきなりドバドバーっとみんな、え、何何みたいな何が起こったの、フライングですかみたいなね来てくれて、いや嬉しい限りですよ、うん、面白いアクシデント起こりましたよね。でもね、アクシデントありましたね。なんか接続7時ちょうどにできなくて、みんなでうわーってやってる時に、うん、ね何が起こったの、いや言っていいでしょ、そりゃ当然7時5分ぐらいです、いやちょうどなんか繋がった時ぐらいでしたよね。そのそうそう、繋がり出して、うん、こっちでライブ配信しますみたいな立ち上げた時ぐらいにお電話が1本入りまして、うん、生配信始まらないんですけどなんでですかお問い合わせの電話がかかってきたね。お問い合わせの電話がかかってきたびっくりした。会社だ、携帯で消すか。見えてますね。ちょっともうちょっと待ちます。多分あの立ち上げたところにみんないてると思うんで、最初にえ、こっちで映ってる、映ってます、150人集まってくれて、こっち今120人だからだいぶ来てますね。お疲れ様です、お疲れ様です。ちょっともうちょっとだけ待ちます。10分遅れてしまったな、すいません。カメラが繋がんなかったんですよ、多分予約みたいなのやったんですけど慣れてなくてやらかしたな、だいぶ。これ消そうか、消す消す、ややこしいか、これは消す、削除、削除できない、ちょっとあと5分待ちましょうか、あと5分、声は聞こえてますか。松田さん、ありがとうございます。焦った、出来へんかと思ったけど最初から予約であった分じゃなくて、新しくなんか何かよし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 
や迷惑かけました、ね、もう、軽く200人超えたんでいいですかね。まだ5分経ってないか。もうちょっと。お疲れ様です。俺普通にあれかなと思ってお客さんの電話かなと思ったけど後から俺あの時テンパってたから全然聞いてなかったんですけど、はい、実は始まらないんですけどどうなってますかっていう。何ですか。お問い合わせヘルプセンターみたいになってもらえる。ヘルプセンター。まあそれもだからあれですよね、調べて BIC って調べて、はい、ホームページかカーセンサーが見たのか分かんないけど電話してきたってことですよね。あれ面白かったの、うん、男の人、男の人、男性の方です。あなるほど。あちゃんと謝っといて。すいませんでした。見れたかな。見れましたって。見れましたかね。見れましたか。またコメントください。はい、この動画に。はい、はい、なるほど。そんだけ楽しみにしてもらってたと思ったらすごい嬉しい。しょっぱなモチベーションも上がったり。まあ確かにね、それぐらい見たいってことやもんね。はい、うん、そういうことですわ。はい、はい。まあそんなもんかな。まだ何かあったっけな、聞いておくことは。あの動画の中、生配信の中だけで共有できたことって本当大きいですよね。そうですね、結構僕ぶっちゃけて最後の方慣れてきて自分の考えを少しだけ喋ってしまったのも、まあ、安心して喋れたというか、うん、まあ、温かいコメント、はい、うん、で広報の板金塗装愛が伝わってきますとか言ってくれる人がいたりとか、うん、うん、嬉しいからね。嬉しいですね、うん、やっぱ動画やったらちょっと気使ってる部分とか、うん、まあ、ピー入れたりとかしてるけど。ピーがなかったから、うん、問題発言だとか言われちゃうからね。政治家でも何でもないんですけどみたいな感じなんですけどね。まあでもあれですね、ちょっとずつですけど、はい、まあ、うちの思いとか、はい、まあ、やってる仕事の内容だったりで YouTube 見てお客、まあ、車持っていくと、修理に車を、大事な大事な、まあ、財産で言ったら2番目ぐらいに入るやんか車って、ね、家が1番で、はい、2番目が車やん。そんな大事な車をね、どこの知らん会社に YouTube 見て預けてくれるっていうのは本当に嬉しいことやし、はい、そこに対する責任感というか、はい、普通の人の2番目に大事な財産を預かってるんだよっていう意識は常に持って、はい、これからもね、はい、業務に取り組んでいきたいと思ってます。思ってますよね。はい、はい。そんなもん、なんかある、なんか言っときたいこと。今日これあげようかな思ってるけど、これからも見てください、応援してくださいということですよ。なるほど、はい、了解です。まあじゃあちょっとだけネタバレで、カーボンの修理ですよね。バレのもうだいぶ、うん、まあ多分ここだけ見たら何してんのか分かんないと思うけど、ここ割れてましたと。そうで、まあ割れてるのをピーでピーしてピーしてネタバレになっちゃったね、うん、まあ、お客さんはお結構綺麗に治りそうだなって見てくれてるかな、うん、今からちょっとね、もうちょっとイライラする。そうだね、今からピーしてピーしてピーやね。そう、ピーしてピーしてピー、はい、じゃあまあこれ今日あげますんで、はい、はい、皆さんにお疲れ様でしたと言っておきます。お疲れ様でした、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまあこれからの BIC チャンネルよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、閉めてください。なんだっけ、いってらっしゃい。あ、そうだ、いってらっしゃい。また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。わあ、こばねー。ご迷惑おかけしてすいませんって言って。先に。すいませんでした。先に洗って。ありがとうございます。ちょっと横でね、ライブ配信手伝、これから YouTube とか手伝ってもらうのに、ちょっと2人の雰囲気とか、まあ、僕も初めてなんで、ちょっと4人で今日残れるメンバーで協力したいなと思います。はい。
あー、投げ銭いただきました。ありがとうございます。部長産業大 M3 さん、ありがとうございます。2S さん150円、ありがとうございます。もらえるんじゃないですか。あの今日そうそう投げ銭もしかしたら来るかもねって話なんですけど、今日投げ銭いただいた部長へっていう投げ銭は全て部長にあの渡しますので、はい、これは約束します。間違いない、はい、僕もはいガンガン拾っていきますんで、東一さんギリギリ間に合った、はい、あ、間に合ってくれたのね。ありがとうございます。時間をしてもらって。児玉さん帽子は、帽子は被ってます。はい。電流も気になって。腰が大変。早い。ラックキャディさんやばいっすね。やりすぎ。すごい。高Pさん水着は？水着は。嫌だ。ちょっと待って、早い。マスター、T マスター、T1000 マスターさん。車業界への、霧吹きを教えてください。霧吹きってなんだろう。もうちょっと分かりやすくお願いします。感じ弱いんで。来てくれるかな、うん、彼もどっかのタイミングであの出てもらおうかなと思います。ただその時のスパチャの代は用意しとってください。神に質問するってことは最低1000円かな。神扱いっていうわけで、今日は、これで締めたいと思います、はい、またやるんでその時まで、よろしくお願いします。はい、はい、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、いってらっしゃい。楽しかった。ありがとうね。